皆さんご機嫌いかがでしたか。これあれしようか、ツイッターにツイート、お、星ありがとうございます。流れ星、今日はあ、ね、日曜日皆さんどうですか。日曜日何されてました。ご機嫌は元気です。私は元気ですよ。なぜね、あ、お散歩してました。お、いいですね、お散歩。なぜ私がただいま緊急生配信をしたかと言いますと、あのナングラ、 NAB がやってるナングラっていう企画があるじゃないですか。あれでね、ウーカさんの似顔絵を描くというやつをね、このショールームでファンの皆さんと一緒に似顔絵を描こうという企画があるので、それを一緒にできたらいいなと思ってます。あ、タワーが来ましたか。あ、ウィリアム長さんありがとうございます。似顔絵描き描きです。似顔絵描き描きなぎちゃんです。あ、そうや、黒が出えへんねんや、これうかさんか。どうしようかな、うーかさんのね卒業コンサートがあるから。うーかさん、うーかさんの顔を、じゃあ私が、私でもね人のね似顔絵描くの好きなんですよ。よく描いてるんで、ちょっとうーかさんを描きます。まずうーちゃんはね顔がちっちゃい。口もなんかこう特徴的ですよね。なんていうんやろ、ちょぼっとしてる、こうちょぼっとしてるのがかわいい。笑ってるうーちゃんかちょぼっとうーちゃん、どっち描くか迷うな。ちょっとちょぼっとうーちゃんにしますね。あー、ちょぼっと感表現できたか。あー、うん、いいかも。で、うーちゃんの、うーちゃんの目はた、なんかこう縦に広い丸い丸い目、わかりますかね。私はちょっと縦幅はあんまないんですけど、横がある感じで、うーちゃんはなんか丸い感じで二重幅も大きい可愛い目をしています。キュルッキュルンとしてる。キュルン、お、こんなリアルな似顔絵描いてる人いんのかな。あー、ちょっとぽくなってきた。すいません、私が下向くから皆さんにコメントできないですけど挨拶いっぱいしてくれてる。あ、あら、またタワーが、そんな、ありがとうございます。ウィリアム・チョウさん、ウィリアム・チョウさんありがとうございます。ナングラです、ナングラ。なぎちゃん、はーい。あ、ぷーくんさん、ぷーくんさんありがとうございます。
すいませんね、なんか皆さん優しいですね、ちゃんとタバープークーさんだよっていうね、ありがとうございます。ミラーボールもね、ありがとうございます。あ、だが情熱はある好きです、嬉しい。今日ですね、今日最終回の放送ちょっと見てくださいね。ミラーボール光りながら絵を描くという斬新な、うーちゃんの、うーちゃんの眉は、うーちゃんの眉はね、意外とねキリッとしてます。横、平行、平行かもしれない、ちょっと平行に綺麗なんですうーちゃん、だからね前髪上げるのめっちゃ似合うんです。どの髪型のね、うーちゃんを描こうかな。あーでもやっぱな、やっぱポニーテールが好きやねんな。こうキュッとさ、もう全部玉ねぎみたいなさ、ほんまに綺麗にキュッと収まる頭の形がめっちゃ綺麗なんですよ。あのポニー、やっぱポニーテールのイメージがあるので、ポニーテール。でもな、うーちゃんって横毛とか出してましたっけ、サイドの毛。私はなんかこういう耳のね、ここ、この辺とかをこう出したりしてたんですけど、うーちゃんってポニーテールの時横毛出してましたっけね。うーちゃんといえばポニーテールのイメージ、そう、横毛。なんかアイドルとかやったら、なんかこういう系の横毛もありますよね。こういう感じの、こういうの。でもうーちゃんそれしてないねんな、横毛ない気がする。そうですよね、出てないイメージ今見たら出してた。お、どこ出してました。すっきりしてるイメージありますよね。え、ここだかな、あんまり出せないイメージ。ちなみに僕は横毛出してません。そうなんですね、よかったです知れて。耳の横ちょっと出してた。そう、何も見ないで似顔絵描いてます。まあちょっと私のちょろっと出てるイメージちょっと一回じゃね、そのちょっと私のイメージでちょっと書いてみますね。前髪は、ちょっとこのね、頭のね、どうだどうだ、うわーポニーテールむず、ポニーテールの毛がむずい。でむーちゃんはほんと一時期ポニーテールをしすぎて、なんかそのテーマ、そのうーちゃんがポニーテールがの担当みたいな感じだった頃は、ここにポニーテールハゲじゃないけど上げすぎて、なんかここがちょっと薄くなってきたみたいなのを言ってました。やっぱ縛りすぎたらそうなっちゃうんだよ。ちょっと若い頃のうちゃんになるかな。
そう、縛りすぎるのもね、良くないですね。似顔絵って顔だけ？体もちょっと？体も描く？うーちゃんの他の特徴って何やろ？うーちゃんの、うーちゃんの服、あ、じゃあもう会いたかったの、会いたかった公演の頃の、あ、でも会いたかったの衣装をちゃんと描けるか分からへんけど、ちょっとなんか雰囲気で描いてみます。あ、ちょっと私が、あ、ちょっと待ってすいませんね、皆さん何も伝わんないですね。今ね、あの似顔絵を描いてますね、うかさん。若かりし頃のうーちゃん。あい、うわー、どんな服か分からんな。ちょっといっか。チェックやった気がするな、スカート。1,2,3,4,5 か皆さん分かりました？指の本数です指の本数、たまに6本とか書いちゃうからね。一応ちょっとうーちゃんのちょっとおてんばな感じも出しつつ、似てんのかな。似てんのかな。ちょっと待ってね。自己紹介はうーかにうっかりしてたらハート奪われんで覚悟しときやでしたっけ。うーかにうっかりしてたら、待つけど見せてね、ちゃんと見せますよ。あ、うかうかしとったらうーかにうっかりハート奪われんで覚悟しときや。わ、皆さんちょっと覚悟の感じを教えてくださいあー、錯覚の覚って書いたけどその覚合ってない。あ、合ってた、ありがとうございますめっちゃ覚悟ってきた、ありがとうございます。名前も書くんかな、これ。
渋谷凪沙ってみんな書いてました？色はちょっとつけないですね、色が今なくて。名前書いてない。 OK、 書いてる子もいるよ。みんな書いてないよ。書かなくて大丈夫じゃない。名前は書いてなかった。どっちでもみんな書いてましたよ。みんなは書かなくてもかりんちゃんは裏に名前書いてて書いてた方がいい。 OKOKOK、 じゃあ裏に書きますね。ちょ間違えて NMB、 NM まで書いたんで NMB48 だけちょっと書いて、裏に名前書きますわ。そうね、誰が誰のか分からへんくなるからね。よし、できた。皆さん見せてもいいですか？書いたら SNS 載せてました。そうですね、いきます。せーの、じゃん、うーちゃんです。うかうかしとったらあかんで、覚悟しときやって。どうですか？ちょっとあの会いたかった公演の時のあ衣装イメージしたけど、半袖か、あれあれ半袖でしたよね。でもちょっと足をこうピュッと上げておてんばな感じ、味がある。お、いいね。あ、やったまるちゃんに出てきそう。このうーちゃんの口のポッポッとした感じを表したかったんですけど難しかった。あと髪の毛、やっぱポニーテールした時の毛並みってめっちゃ難しいですね。なんかすごいことになっちゃった。こんなことになっちゃった。かけました。はい、色はもう塗らずこのシンプルにいきます。私でもこうやってね、いろんな人の絵結構こう描いて、その人の一言みたいなとかも入れた絵をね、普通にプライベートでもよく描いてたので、このスタンスでいきたいと思います。生命力を感じないですすいません。よし、じゃあそろそろこれも書けたということなので、配信をね、皆さんとの時間もお別れだということで。よし、じゃあお名前ね、読ませていただきたいと思います。イートさん、ありがとうございます。マキシマムザ、マキシマムザユウくんさん、あ、合ってた。マキシマムザユウくんさん、ありがとうございます。タカちゃんさん、ありがとうございます。ま、あ、あれ、あ、あ、家変わったか。あららら、じゃあ13位ユウジュウジロウさん、ありがとうございます。12位タカちゃんさん、ありがとうございます。11位マキシマムザユウくんさん、ありがとうございます。10位みずきさん、ありがとうございます。9位レナちゃんさん、ありがとうございます。8位ともひこさん、ありがとうございます。7位ひよこさん、ありがとうございます。6位あまなつさん、ありがとうございます。5位ゆきさん、ありがとうございます。4位こしょうさん、ありがとうございます。3位ジョンアット香港さん、ありがとうございます。2位ブーくんさん、ありがとうございます。1位ウィリアムチョウさん、ありがとうございます。いや、皆さんありがとうございました。あ、そうだ、トロサーモンそう、今日はね、あれですよ、クセスゴで、トロサーモンの久保田さんと NMB48 でコラボさせていただきましたので、皆さんぜひ見てください。クセスゴ面白かった。もう久保田さんのと、その歌手の方、歌手の人は普通に歌を歌うんですけど、久保田さんがその間にこうラップ、魂のラップを入れてコラボするみたいな。でなんかもともとめっちゃ好きで、
見させていただいたので、まさか NAB とコラボさせていただけるとは思わずめちゃくちゃ嬉しかったです。本当久保田さんの最後らへんの畳みかけるような魂の叫びみたいなところがめっちゃかっこいいので見てください。ありがとうございました。あ、フェスも楽しみですね。テレ朝のフェスね、去年もさせていただいて、あ、去年もそうですよね、なぎざこで、そのフェスの前にザコシさんとも一緒に、そう、ザコシ、なぎざこのあのイベントもさせていただいた思い出のフェスなので嬉しいです。サマステね、そして、今日はだが情熱はある最終回になりますね。わー、もう私ほんまもう足りない2人にもうちょっとほんとハマりすぎて、で今日は最終回やから明日の足りない2人っていうその解散ライブの様子が絶対放送されるんですよね。だからもうそれも絶対見とかなあかんと思って Hulu に入って、で明日の足りない2人も全部見て、もうその足りない2人シリーズをもうほとんど今全部見返してるんですけど、だからねよりこう気持ちを高ぶったまま見れるのがめっちゃ楽しみです。うん、なので皆さんぜひ見てくださいね。かりんちゃんもありがとうございました。あ、そう、それのフールで、でそのフールはその足りない2人のやつを見るっていう目的と、もう一つは足りてる2人っていう、足りてる2人っていうのもあって、足りない2人の逆バージョン、逆バージョンで春日さんとしずさんのまたその物語を描いているっていうのがHulu で、Hulu だけで配信されてるんですよ。でそっちバージョンも見たくて入りました。で見てます。めっちゃ面白いんでね、皆さんそれも含めて見てください。で Hulu にはだが情熱があるのドラマ全部入ってるので、かりんちゃんのねシーンとかもぜひ見ていただけたら嬉しいです。そう、スピンオフですね。ね、私もねトゥースをね春日さんに教えていただいたので、じきじきほんでこれ使っていいよっていうことも称号もいただいたのでそれがなんかもうよりその当時もめっちゃ貴重で嬉しかったんですけど、今はなんかより貴重なものに感じております。じゃあありがとうございました。もうそろそろ時間もあるので、皆さんこんな急遽のゲリラライブに来てくださってありがとうございました。またねー。